左サイドからボンジョルのアモーレ橋本です。アモーレ、さあ今日もですねお弁当の方をですねご紹介したいと思います。たまたま東京駅に行った時に半額で売ってたお弁当があったんですね。それがですねこちら佐伯屋さんの穴子寿司だし巻き弁当でございます。定価はいくらだったか、1400円とかそれぐらいだったんですけど、600円いくらで買えました。ね、見てください、佐伯屋さんの穴子とね、プリプリの穴子でございます。そしてだし巻きでですね、弁当にとってはだし巻き最高のパートナーですね。そして一番しょうゆも飲みたいと思います。それではですね、いただきたいと思います。ボナペティートしたいと思います。このお弁当のね、包みがいいですよね。重層感、上品なね、和をテイストとした、あ、いいですね、穴子。僕ね、やっぱ穴子って骨があって食べにくいって方もいらっしゃると思うんですけど、それも踏まえてね、どうなのか食べてみたいと思います。いただきます。あ、一口サイズのね、お寿司ですよ。いただきます。うんうん、穴子ね、一口口に入った瞬間とろけるんですよ。でタレもついてますし、あとお寿司のね、量もグッドでございます。これは間違いなくボーノボーノですね。うん、あ、この穴子のね、味わいが口の中にふわーって広がってて、それをご飯が包み込むような絶妙なバランスですね。うん、おいしい。あ、これね、これダメだ、すぐなくなっちゃう。これはちゃんと味わって食べないとダメですね。じゃあこのだし巻きをいきたいと思いますね。だし巻き見てください。あ、だし巻き切る前にね、すごいボリューミーなんですよ。ボリューミーなだし巻き、ちょっとそれをですね、バランはちょっと、これバランっていうんですね、バランをね、ちょっといただきたいと思います。はい、いただきます。うんうん、あ、なんかね、だし巻きなので甘いかなと思ったんですよね。甘いかなと思ったら結構薄味で、あ、さっぱりしてますね。うん、あととろける。これ多分穴子寿司とバランスを取ったのかな。穴子寿司がやっぱ濃厚な味わいなので、ちょっとあ、意外とあっさりしてる、ちょっと食べたことのないだし巻きですね。うん、これね、穴子は、まあ、6貫あるんですかね。6貫あってだし巻きが2つで、結構厚みがあるんでバランスが取れてる。もう一個いただきたいと思います。うんうん、骨もないですし、すごく食べやすい。ただこれね、美味しすぎてすぐなくなっちゃうんで、なんかこれ急いで食べないように味わって食べるもんですね。うん、あ、やっぱバランスが合いますね。うんうん、濃厚な味わいの穴子と、この、あっさりとした、だし巻き卵。僕、このあっさりとしただし巻き卵好きですね。いただきます。うん。生姜も美味しいですね。ああ、生姜とバランス合う。ガリと合いますね。ということで、東京駅で売ってます、この、佐伯屋さんの、穴子弁当なんですけど、穴子寿司、だし巻き弁当なんですけど、タイムセールでやってたんで、僕が行った時は7時ぐらいだったかな、7時ぐらいの時はタイムセールになってたんで、まあ、そのタイムセールを狙うというのもありかもしれませんね。ということで、佐伯屋さん、ごちそうさまでした。